帰りなさーい。危ない危ない。今日はお昼過ぎ、夕方から雨なのかな。長蘭がいっぱいですね。長蘭だらけじゃないですか。はい、どうぞ。はい、どうも。はい、はい、帰りなさい。はい、戻ってきました。そして今日はですね、ちょっと寛容が多く出ているのと、あとやっぱりね、最近のお客さん見てると、なかなか鉢物花っていうものをなかなかやっぱり持たないわよねっていう声が多くて、いよいよちょっとあんまり鈍かったんですけど、さらに鈍さが増してしょうがないですよ。7月8月は無理して仕入れなくてもいいですし、はい、この暑い中苗ね、庭いじりしたら、はい、ほんと死んじゃうし。そうですね、物価だいぶ減ってきたんで、そこはちょっと売り花だってそうだよ。あんな物価すら持たないって言われちゃうぐらいだから、ね、まあなかなかお客さんの方はね、うん、ただどうなんですか、はい、市場はそんなんでじゃああんまり活発じゃないと。そうですね、でもね、やっぱりお盆が終わったばかりで、なんか花屋さん少しなかったんでしょうね。鉢物に関しては少し皆さん結構揃えるのに、ただ売れているから動いてるというよりも、花がなくなったからとりあえずは店先飾りましょうかという感じでしたね。まあ、そこは売れてなくなるかダメになってどうするか、まあいろいろなあると思うんですけど、やっぱり店先ってね、花屋さん大事ですからね。うん、まあ、そういう中で、まあ、鉢物はまあまあ動いてて、苗はやっぱりもうかなり量も減ってました。もうあ、もう終わりなんだっていうぐらいあっさりなくなってましたね。そりゃそうっすよ、はい。まあ、そんな中、お盆、今度8月のお盆があった後に、そこまではまあこんな感じでだらだらいくと思うんですよね。で、そこからね、市場も結構1週間、今年からね、1週間ぐらい休みあるんですよ。その14日、5日ぐらいかな。鉢物は8月13日からじゃないかな。13日から休み、うん、そうですね。で、その週ずっとだから18日ぐらいまで、まあ、17日、うん、その週がほとんど家休みですからね。だから18、19、20日ぐらいの、そうですね、20日ぐらい、8月20日からまたちょっと8月はお盆明けは再開するようになると思うんで、そこだけまたね、追ってまたその辺は見直しますけど、はい、8月20日になったらドカーンと入れるじゃないですよね。またちょっと動かないからね、ちょっとずつね、ちょっとずつ再開して、もうそろそろって店やってるんだなっていうぐらい並べていきたいなと。秋の涼しい声を聞いたらなんかいろいろのまた違ったもの入ってきますもんね。そうですね、まあ秋バージョンになってくると思うんで、今度からさんからってね、こんな感じで顔ぶれはガラッと変わると思います。はい、まあ、実はね、もう意外と本当に秋めいてるものが出てはいて、ちょっとシフト、変わっていってるなとは感じますね。わかりました。じゃあ、あれだね、本当今日はな、最初に冒頭に言ってたけど、はい、一個一個品の紹介というよりも、はい、まあ、今言った市場の状況とか今後の話を今お聞きしました。はい、でもさ、なんか今日買ってきたデータを見てたら、胡蝶蘭注文がすごく多いんですか。そうです、胡蝶蘭が多いのと、あと今後月末ぐらいまでちょっと高値もあって続くんだろうと。そうしかも高値だったね、なんかね、相対もそうだし、そうです、もう相対半分ぐらい相対して、でやっぱり手に残ってもそんなには安くないっていう予想通りでした。まあ、それお祝い事ぐらいしか動かんと。白3本立ちはやっぱりかなり取り合いなってまして、うちも注文おかげさまでまあまあ今日と次回といただいてますんで、はい、ありがたや、ありがたや、ありがとうございます。もう胡蝶蘭だけは活発でした。胡蝶蘭の白、白3本立ちが活発でしたね。はい、はい、ありがとうございました。では、じゃあ下ろしていきましょう。なかなか、はいはいはい、でよってね、苗はこれだけです。でもワイヤーいいですよ、本当楽ちんだしね、伸びるし。ちょっとね、モリモリだったんですごい。ただ本当これワイヤーは植える場所を考えないとすげえモリモリしちゃうからね。モリモリ、ああそうだね、うん、伸びすぎて困るっていう。楽には楽です。
はい、ファイヤープランツ。ファイヤープランツでした。そしてね、やっぱりこの辺が少し秋めいてるかなっていうので、かなり出荷量が増えていますね。プロトンの、まあ、こういうちょっと、なんだろう、いいですね、黄色と赤っていうと、どうしてもね。沖縄とか行きたくなっちゃう、プロトン。あー、また行っちゃうんじゃないですか、先生。行かないですか。行かないです、行かないです。はい、こんな感じでクロトンがようやく入荷できます。はい、これが6つの6個入りかな。はい、これはもうギリギリ買った、いいでしょ。はい、胸に買ってもらいたいんで、いいです。はい、そしてこれは7号鉢じゃない、8号、7号か。はい、こちらがいい。こっちのがやっぱりね、育ってる分若干色もいいし、ちょっとまた種類がクロトンでも違うんですけど、色鮮やか、葉っぱの形もちょっと違う。はいはいはい、あ、じゃあ、ちょっと、じゃあ後でバカ聞きますね。はいはい、はい、こんな感じのクロトンのかっこいいやつですね。はい、一発です。はい、おいおい、おい、なんだ、はい、じゃあこれ持ってください。はい、お願いします。はい、お願いします。アルテシマ、はい、やっぱりね、こういう観葉がね、この間もシェフレラもそうだったんですけど、こんなのが沖縄から休み前、あ、そうだ、観葉がもう8月入ると一気になくなります、沖縄の。だから今、しつこいってみんな出していってます、沖縄、鹿児島、ね、指宿、あっちの方から観葉が多いんですけど、夏休み入る前に今、追い込みで、かなりだからお買い得のかっこいいのができてます。アルテシマ、ただあんまり買えないですけどね、新物ないとね。夏らしいアルテシマ、アルテシマの、はい、僕です。はいはい、はい、そして観葉つながりですかな。あ、アルテシマといえば今定番の7号サイズ、はい、はい、こんな感じで色が良かったんで、こっちに入れてます。アルテシマ、そしてフランス、オフランスですね。ちょっと中村さんってゴムの規定が好き、やっぱりあのね、そういうのが多いってこと。丈夫なんですよ。あ、でフランスゴムは普段高いんでなかなかちょっと買えないんですけど、ゴムの規定の中では、まあ、ちょっと品がいいかな。品がいいね。あ、確かに品がいいです。あの、なんだっけ、あ、なんて言うんだっけ、こういうの、フィカス系じゃなくて、こういうのでいい、あー、思い出せない。ベンジャミンって最近入れない。あ、ベンジャミンはね、そう、落ちやすいんでね、あんまり室内には私、あの、ねじりで上だけポコンってなってるベンジャミンとかいっぱいあったよね。あー、そうですね。あるんですか、今だ。本店型はね、数少ないです。うん、あんまり普段いつも出てない。そうなのね。だって丸坊主になっちゃうんだよね、ベンジャミン。ベンジャミン落ちやすいんですよ。だからね、なかなか環境を選ばないと。これはね、ヘッチャラです。結構外立派なし、室内でも管理は簡単です。ただね、外ぐらいのはいいです。ヘッチャラ。これはベンジャミン。はい。あ、ベンジャミンじゃない。ゴムの木。はい。前にこれ行っちゃう。はい、今日はモンステラ、あれ、モンステラもう一個あったんですか。あ、ちょっと通知の可愛いのもあるんですけど、ちょっと先に。これがね、いつも大きいの入れすぎてるのかな、皆さん欲しいけど、ちょっと大きいわね、なんて悩んでる方が多かったんで、ちょっと本当に小ぶりサイズ、お値段もお優しい。あ、すみません。分かりづれ。うん、何のモンスター。そう、なんかね、やっぱかっこいいなと思って買ってきても7号、はい、8号だと皆さんちょっとね、広がっているので、葉っぱも大きいんでね、ちょっと大きいわね、なんて悩んでる方が多かったんで、はい、まあこれもね、今だけですね、このお値段安いのは。うん、ですから、ちょっと皆さんに安いうちに買ってもらいたい。はい、ちょっと重たいですよ。はい。はい。そして、これもモンステラなんですけど、
これあの、ま、窓かずらに似てますよね、この穴の開き方がね。シンボジウム、なんだっけ、シンボジウム、窓かずら、うん。ただモンステラなんですよ。どう、ね、なぜ葉っぱに穴が開いてんだろう。モンステラのバニーアート。下げておくと多分もうちょっとモリモリになってきますね。はい、はい、はい、めったに入らないモンステラです。はい、そうですね、はい、ありがとうです。はい、はい、はい、そしてこれがね、まあコウモリ団って皆さんよく聞かれると思うんですが、うちもね、吊るしの普通のタイプはもう結構出ててお安いんですが、これめちゃくちゃあのグランデっていうのは非常に高い種類です。皆さんあの多分、ね、このプレセンテリウム知ってる方は、うん、グランデったら多分うちも8000円とか1万円で売ったあのでっかいやつ、はい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 、うん、あれの中でも非常に人気のある種類がグランデ。これがなんと今日はこれなんかいいです。あ、安いじゃないですか。はい、いいな、はい、欲しいね。はい、ちっちゃいこれ。はい、ですよ。はい、こんな感じで早もがちです。5個あります。はい、はい、グランデ、なんでグランデ、はい、あの、これで終わりかな。はい、これもごめんなさい、ブーゲンビリア小夏ちゃんがやっぱ知ってる方は知ってるんですね。あのちっちゃいの入らないのって何にもおっしゃると、いや、今年少ないねなんていう話をしたんだけど、ちょっとミックス、色がいろいろ入った。多分最初で最後になると思いますが、ちょっと一回。珍しいですね。ね、まあ、大輪系じゃないから、こう、らしくないっちゃらしくないけど。そう、でもね、持ちはいいんですよ。やっぱり持ちいいの知ってるんですね。この後、2色上、3色上なのかな。3色上って書いてありましたね。小夏ちゃんですね。はい、小夏ちゃん。濃い赤とピンクと白っぽいの。はい、はい、サンパチー、はい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 、こんな感じで花はまあ基本並び切ったぐらいなんで、ちょうどね、あんまりお客さんとご注文もないので、花はこれで終わりです。はい、うん、いいです。じゃあここから早回しでバンバンコチョウランを、はい、でコチョウランかなりありますからね、はい、ちょっと行きますよ。もう早回しです。早、ここから早回しになってると思います。早回しアルファ、ヤスマンです。2000リーグ変だけだ。はい、すみません、この色がいいですね。ここのアルファさん、アイコーノーランさんのこの方しかこの色合いはないですね。ハルファ、これがハルファだ。ハルファさんの名前です。ハルファちゃん、相変わらず人気ありまして、今日はなおさら、なお長かったものがいいですね。久しぶりですね、はい、色合いが、こういう色物が安くなるっていうのは。はい、喋ってても結構ペロリ、ワーって結構早、早く、そうですね、待ってます。はい。うん、はい。ちょっと見せて。はい、ごめん。はい、これは、ありがとうございます。そうです。ただね、この色の場合、長めが少しだけ数が出ていたおかげで、少しだけ安くなってます。白もね、短めと、なんか同じなんですよね。あ、いいですね。これも2000円ですよ。2000円ですよ。これも2000円ですよ。はい、店はここのフェアまでかな。あと島田洋蘭さんですかね。並びが最高ですよ。みんな、その何欲しいけど、買って来ましてる方が多いです。はい、今の方って待ってるでしょ。いや、うん、いいと思うんですけど、あ、ないってことね。島にセルフがないから。いや、注文された方なのかなって、ちょっとさっきの勢いです。だったらこれかな、この方かなっていう。一回切りましょうか。一回。これも、あれも今入ってます。はい、待ってます。これが注文ですね。ちょっと、松村さん。はい。こんな洋さん、熟成コチョウランっていう、球根が熟されてるみたいですね。気持ちがいいらしいですとか。あ、いいらしいなって、いいです。あ、こんにちは。はい。あれ誰も、ポーさんが上がって、ポーさんが上がって、はい、はい、ね、いろいろ本当、注文しないとないよって言ったから、結構皆さんいただいて、そうですね、いつの間に結構ちょろちょろ吸ってますね。
や、それでも、それでも注文なかった。裏、全部裏で。ちょっと待って。今度みんな注文ですね。そうですね。はい、注文です。この辺がもうないんですよ。あ、この辺は少し長めかな。はい、みんな花屋さんがお客さんに大体断ったら2万円ぐらいで出したいなっていう人が多いらしいですね。お花屋さんがね。あ、どこも注文です。裏です。それ花屋さんってどうしてもね、そこにやっぱり、ね、考えるとそれなりの仕入れもするので、ここはみんな花屋さん大体欲しがるところって決まってるんですよ。なんかこのぐらいの断が欲しいっていう注文が大体同じなので、2万から3万ぐらいですよね。お客さんが欲しがる。そうすると。このとね、利益とか、ガソリン代とか車代考えると、あとも、これ無駄です。大体みんな、花屋さんが欲しがるランクってね、金額って決まってくるんで、取り合いなんですよ、その辺がね。はい、まず一緒に。セミアルバル、こんな長いの、なかなか珍しい。やばい。そうなんです。ここのアズさんって方が長めのを作ってくれてて、これで助かってますね。はい、これも一回店なんですけど、裏でいいです。思ったことない。はい、いいよ。はい、じゃあ、ここは、まずです。これは、あの、あれは、書かなきゃいけないです。はい、じゃあ、はい、こんな感じで、終了です。はい、これが、はい、ですかね、注文があったり、注文があったりしてるんですけど、はい、ありがとうございました。はい、もう冒頭に大体説明しましたね。大変だよ。注文しておいてるのと少なくなるぞってことですね。そうなんです。はい。はい。はい、じゃあ、また少しずつは入れますけど、はい、本当に、なんかね、買いやすいものがあったら、はい、相談してくれれば、はい、なんか、ご案内できると思いますんで。はい、よかった、はい。お盆までは、ちょっとずつしか入れませんので、そこだけ、気をつけて。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。バイバーイ。バイバーイ。